あれ、ホウキがない。ママホウキ取ってきて。ママも忙しいから自分で持ってきて。はい。いただきます。メイソーセージちょうだい。いいよ。あれ今日は弁当？そう、今日メイがね、保育園最後のお弁当の日なんだ。そうなんだ。そうだよ、もうすぐ卒園なんだ。そっか、メイもう卒園なんだ。そうだよ、もうすぐ1年生なんだ。タケル、もうすぐ7時になるよ、学校行く時間だよ。あ、そうだ、お疲れ様でした。行ってきます。行ってらっしゃい。メイにいつも慌てんぼうね。ママ、お弁当さ、詰めるのメイも手伝っていい？いいよ、一緒に詰めよう。やったー。じゃあ何から詰めようか。じゃあ、卵。卵さっき詰める。じゃあレタスから詰めようか。あ、いいね。そしてブロッコリー詰めて、で、ここに入るかな。はい、上手。ママがハートにしてくれたから人参食べれるようになった。ママも嬉しいな。中も黄色い。あ、本当だ。できた。おいしそう、今日のお弁当も。メイ、なんかママ思い出すな。何が？メイが初めて保育園のお弁当は0歳から入ったから離乳食だったの。ご飯潰して、ほうれん草潰して、それ持って行ってたお弁当で。美味しかった。いっぱい食べてくれた。でも今日はちゃんともうご飯だもんね。こんないっぱい食べれるようになったんだね。大きくなったね。うん。じゃあ支度しよっか。うん、しよう。見て。はい。じゃあお腹しまって。ママ今日は2つの三つ編みがいいな。いいよ。メイも大きくなったらママみたいになる？うん、ママみたいになりたいの？うん。よし。いつのことだか思い出してごらん。あんなことこんなことあったでしょう。はい、リボン貸して。メイ、いろんなことあったね。ね。何が一番楽しかった？メイは、メイは運動会。運動会いっぱい走ったね。練習いっぱいしたもんね、メイね。うん。練習するときはね、1位だったけどね、あのね、運動会の本番ときね、1位になれなかった。悔しくて泣いたもんね、メイね。ねえ、ちゃんと顔洗った？洗ったよ。え、ほんとに？ちょっとここついてるけど。もう一回顔洗ってきな。はい、はい。メイがエプロンしたい。いや、このエプロン着るのあとちょっとだから寂しいな、ママ。ねえ、ちょっと寂しいね。ママも寂しいな。すごい似合ってるもん、これ。じゃあ、行ってらっしゃい。行ってきます。ママ、渡したいものがある。何？ちょっと待ってて。いや、表彰状。ママはいつもメイのことを送り迎えを
してくれました。いっぱいいっぱいありがとう、大好き、メイより。もうすぐだけど、卒園おめでとう。ありがとう。